1, 1テーマ、日産自動車9000人リストラ社員、自分の身に危険が及ぶのではないかと不安になったりしました幹部、4年も社長をやっているんだから、この責任は内田社長です社長、責任を痛感している報酬6億円のうち50%は返す幹部、工場閉鎖は日本、海外、誠域なく検討していく下請け、まだ日産からの不当な減額要求が続いている株主 中間配当ゼロ5%の高配当銘柄じゃなかったのゴーンベイルート爆発で自宅が被害プラス空爆一番悲惨なのは誰かよくわからない状況もうめちゃくちゃだよお疲れ様です社畜ジャパンです今日は日産自動車9000人リストラをテーマとした会社の口コミを紹介します口コミ2 引用日産自動車ホームページ2024年度上期決算。連結売上高は前年同期比791億円減の5兆9842億円。連結営業利益は同3038億円減の329億円。 売上高営業利益率は0.5%、当期純利益は192億円となりました。なお、グローバルの販売台数は前年同期比で微減の160万台。日産は今後の事業の安定化と適正化のため、固定費を3000億円、変動費を1000億円削減し、健全なレベルの資金状態を維持します。 そのため日産はグローバルで生産能力を20%削減し、人員数を9000名削減します。また CEO の報酬を今月から50%返上し、経営会議メンバーに関しても報酬の自主返上を行います。口コミ3年間残業上限に達した時点から組合も黙認している工夫が始まる。工夫と強調している点からも察して。 ここまで財務状態が悪化して社員を痛めつけているのに24時間テレビのスポンサーをしている場合かよって思うあと対前年で利益が99%減ったと言っているけど下請けに対する不当な値引き要求が分かったからでは部品の調達コストを適正価格にしたら原価率が上昇想定カースレートも1ドル155円で140円台だったら大赤字そもそも日産は自動車じゃなくて金融で稼ぐ会社自動車部門なんて紙期は1430億円の赤字だ だからな口コミ4日産のサプライヤーだが日産には失望した下請けいじめの説明会でも自分たちは悪くないただただ終始そのように主張しているだけだったからそもそも公正取引委員会に下請け36社に対して30億円の減額を認定された時点でアウト返金対応までしているのに何を今さら見苦しいしかもこの勧告語も一方的な減額要求は継続長い付き合いだからいつまでも仕事があると思うな それはもっとまともな台数計画を出してから言ってほしい。自分を含め日産の車は絶対に買わない。それくらいサプライヤー側からは嫌われている。口コミ5。ゴーン就任時もめちゃくちゃリストラしたのに、結局日本人が社長をやってもまたリストラする。上の責任を下が取る構造は20年前と何も変わらず、人材がおらず中身スカスカの会社で骨粗鬆症。 新型新型と言いながら古いままのフレームを使い外側だけ少しマイチェンし販売を続けた末路。プラットフォームの新規開発ができないくらい開発予算を絞りまくったメーカーの車ってのが見抜かれている。確かに待遇面だけ見ればいいし安定しているが働き続けることができない環境であれば意味がない。口コミ6 ここで日産の待遇、年収関係を見ていきましょう。有価証券報告書によると、平均年齢41歳、平均勤続年数15年、平均年間給与は877万円とのことでした。また、公式ホームページによると、初任給は博士で月給29万5千円、学部卒で25万円とのことでした。なお、2022年度の年次有給休暇平均は19.7日とのことでした。口コミ7。ゴーン、リストラしました。日産を復活させました。 日本人、リストラしました。日産の業績は低迷。期末、在庫金額が増えているのに、販売台数減、生産能力20%削減、販売管理費削減、リストラ。そして北米の在庫増のニュースと、どっちがマシか、これもう答えが出てる。職位がつくと、平日は家に帰って仕事をするのも当たり前、深夜に上司からメールが届いていることも普通にある。休日にもメールが飛び交っているので、平日、休日関係なく仕事をしなければいけない環境。それでこの結果、もう、どうしろと。 口コミ8有名どころの開発者もドンフェンに流れていますからね実際優秀な人が退職して中国で働いているのを上海モーターショーで見ました日本の自動車業界はもう中国には勝てないのではもちろん労働環境自体は改善されてきてはいます特に残業に対しては厳しくなりましたそもそも敷地を走るバスの最終便が22時のためそれ以上残業はできませんからねとはいえ定時で終わることはほぼありませんので部署によるとはいえワークライフバランスは期待できません 口コミ9。開発をしたいと日産に入社しても、大卒技術系の90%は研究設計開発以外への配属。エンジン設計は2%だけで、車体設計5%、研究部は残り3%で、あとは現場配属。ある製造現場では、クーラーや暖房はなく、夏は50度近く、冬は0度近くの環境でほぼ休憩なし、体力的な面で圧倒的に負担がかかりますが、そういった分を給与面では考慮されないのが不満です。 自分のやりたいこととやっていることとのギャップ。大学の同期組との給料差も不満で辞める若手が続出。口コミ10。自動車整備が本業ですが、一般車の日産車を整備する機会が今は少ないです。たまにセレナとかエクストレイルとかノートなどがあるくらい。あと日産は2028年以降に新車開発で搭載するエンジン機種を6割減らすと発表。もうファンの切り捨てにかかっているようにしか思えない。 昔からのファンも多いのに今はどんどんファンが離れていっているっていうのが現場の肌感覚何かともったいないことばかりをやってきた積み重ねが今の9000人リストラにつながったのだなと思います。口コミ11 部署によると思うが、製品開発に中途で入社する人材の入れ替えが非常に激しい。中途で開発部署に入社すると、日産ならではの大企業らしい調整に苦労する仕事場なのは間違いない。当然残業もあるが、終電前に仕事が終わるのはメリット。もちろん週末にパソコンを持ち帰って作業するのは前提だが。日産の残業時間は年540時間に制限されているが、このラインは当然であり、そこに持ち帰り仕事がプラス。 あと、失念されがちだが仕事場へのアクセスは悪い。厚木の開発センターは最寄り駅まで30分近くかかるため非常に不便。口コミ12 大企業の宿命なので、総合職は海外を含む全国転勤の呪いからは逃れることはできない。そこまで会社に尽くしてもリストラに怯えるという事実。ただ、待遇の良さを考えると、辞めるに辞めれない。住宅を購入しても、頻繁に転勤があり、結局単身赴任にならざるを得ない。また、結婚住宅を購入して、守るものができたタイミングで、転勤の標的として狙い撃ちされるケースが散見される。日産だから安い金利で住宅を購入できても、自分が住めないとなると、やるせない。 口コミ132021年に契約社員期間校の800人を正社員にすると発表した数年後、マ、ま、スか9000人のリストラを発表するとは、たまげたな。リストラの前に経営陣の退任が先でしょ、または報酬をめちゃくちゃ削らないと納得できない。2024年3月期の執行役6名に対する報酬総額は27億5800万円、1人当たり4億6000万円。 この半分の13億円だけでも年収700万のエンジニアが185人雇える。技術の日産を歌うならスキルアップにつながらない報告書や資料作りなどの削減も必要。口コミ14日産の設計開発職で働いています。ただ開発部隊であるにもかかわらず部署や部署のグループごとに車の販売、紹介ノルマがあります。ただし今の惨状ですし、みんな周りに車を買ってくれる人なんていません。 結局、ノルマのために管理職の人が順番で自ら安いコンパクトカーを買って紹介の数字を稼いでいる状況。しかも管理職は年間1000時間以上残業をしていますし、昇進したいという気持ちも慣れてしまいます。これって他の自動車メーカーでも同じような感じですかそれともうちが異常なのでしょうか口コミ15 外国人だけではなく、日本人の早期昇格にも違和感を覚えるパターンがいくつもありました。プレゼンが上手いだけだったり、ただ英語ができるだけで、専門性や判断力や経験の面で能力不足でも昇格。明らかにレベルに達していないのに、どう考えてもおかしいですよ。あと、日産社員として優れているなぁと思うのは、最後まで手を抜かない仕上げ能力だと思います。だから残業が増える一因にもなるのですが、能力不足の管理職は、それこそ残業が青天井です。口コミ16 未だにゴーンが悪いって言ってる奴が多いのに驚かされる。ゴーンがいなかったら今頃存在しない会社なのに。いなくなった人間に何もかもなすりつけるのはやめろ。今いる俺たちで何とかせにはならんのだから。ただ、人がガチで育っていないのが一番の課題だろう。2019年から実施されたリストラでは、1万人以上の人員を削減し、一部の事業所は閉鎖。うちの部署は生産技術だけど、有能な奴は自分から辞めていったし。原価提言もいいけど、高く売る努力をしないとダメだろう。 口コミ17。おっぱまで機関校として働いている、機関校で辞める奴も相次いでいるし人手不足。あと、こんなに機械壊れまくりなのは製造業だと普通なのかシングル工程の機械がぶっ壊れて1日動きませんが年に何回もあるなんて普通のことなのかそれでも残業して挽回すればよし、稼げるからよし、みたいな感じで危機感がまるでない。生産挽回するにしても理由くらい共有してほしい。 あと、10時間勤務をやるのはいいけれど、旧体制より休憩時間15分少ないのに、リフレッシュタイム5分はクソ。口コミ、18。リストラの前に身の丈に合わない本社ビルを売却して、もっと家賃の安いオフィスに移転すべきではないでしょうか。もちろん、ここ最近、春闘も満額回答でしたし、リストラされる社員の多くは海外でしょう。ただ今後は昇給カットや残業規制などもますます強まるのではないかと思います。仕方ありませんね。住宅ローンを組んでいる人たちにしてみたら、ショックは大きいでしょう。 日産の現状は技術者をリストラしてきた歴史の付けです。安いベトナム人技術者を育成してもどうにもなりません。口コミ19。引用会社ホームページ。2020年新卒入社、圧造課に所属しプレス工程を担当。車体の材料である鉄板を加工し、プレス機械へ運ぶまでの工程のオペレーションを行っています。待遇面から日産なら安心して働けると入社を決めました。車についての何の知識がなくても不安に感じる必要は全くありません。 入社してから学ぶ機会はたくさんありますし、働くことで少しずつ車への興味も湧いてくるはず。資格の取得など自分の武器となる経験がたくさん積めることも日産の魅力です。口コミ20。これで最後です。 元日産本体の社員ですが、若手のホープは見切りが早く退職される方が多いです。社風としては凝り固まった上位層へ不毛なごますりが多く、お客様を相手に仕事をしていない。上位への回路ばかり意識して仕事をしています。在職中はとにかく風通しの悪さを感じていましたね。もちろん2015年以降、職場改善の傾向が強くなりましたが、上位は実際のところ何も解決する気はありませんでした。経営層は外部からの起用も多いし、日産の車の作り方を知らない人たちが経営している現状 もうカエルの子はカエルで一生無理かなと思います以上が日産自動車9000人リストラをテーマとした会社の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてくださいまたチャンネル登録もお願いします